ですけど、この前あった鹿児島戦あるじゃないですか、アウェーの。あの時に後半入って、相手の長畑選手っていう選手からですね、ボールを取りに行こうとして足を上げて、なんかお腹のあたりにスパイクがドンって入ったんですよね。入って有園選手倒れたんですよ。でみんな集まって大丈夫か大丈夫かってなった時にちょっとプチハプニングがあったんですよね。僕言っていいですか、はい、中山選手から聞いたのはこう痛ぇってなって、だから他の選手が中山佳代選手とか今のカードだろうって審判にずっと抗議してたんですって。有園選手もなんか鹿児島弁丸出しで、ちょっと鹿児島弁は分かんないですけど、いや今のはカードだみたいなことを言ってたと。めっちゃ鹿児島弁丸出しで、本当にスパイク入ったんだって、跡がついてるってって言って、パッてめくったら何の跡もついてなくて、みんなよし頑張っていこうってなんか流されたんですよね。これ事実なんですか。そうですね、自分的にはついてるかなと思ったんですけど、跡がついてるかなと思ったんですね。はい、ついてなかった。ついてなかった。2日後ぐらいに行きました。2日後ぐらいね、すぐだったんで跡つかなかったんですよ。でそれダゾーンでね、後半の始まってすぐの倒れてるシーン見たらですね、本当に有園選手がこうやってスッてやってみんな解散していく姿が映ってるので、ぜひ見ていただきたい。あそこ跡ついてるからってアピールしてダメだったというシーンっていう、めっちゃ面白いですね。そういうことって結構あるんですか。